はい、次からやっていきたいと思います。で、ミッションをね、地味にやってます。達成率 6%。まだ 6%。で、マテリアだ。地味に、バリア、マバリア作りました。なんで、ちょっと、この辺がね、また弱いのになってます。はい。そんな感じかな？じゃあ、行きましょう。だっけ、サハギン、サハギンじゃないな。あ、待って、ジャンプ嫌い。いいね、ダメージ出るね。はい、はい、ジャンプ嫌いだな。複数体出てきてジャンプされたらたまったもんじゃないよね。アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちがだ。さあ、おもちゃの剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕、いつまで持つかな。ビルを破壊する気か。英雄になりたいだけだ。
ンジール。邪魔だ！ジェネシス！かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。もう全然喋るあれがなかったね。はい。いやー、セフィロスが強いっていうのはわかるね。あと、アンジール顔をバーンされたのに、あれ平気なのっていう。アンジール一体何をしてるんだ。とにかく手がかりを探さなきゃな。うっす。ここはどういう、うわ、地図がない。ホールの中って地図ないの？え？あの、このアンジールコピーの、何ヒルマ内だと。アンジールコピーのちょっと痛む強いなんか出来悪くない。出来悪いっていうか、なんかね、このサーギンに顔つけただけみたいな。もうちょっと作り良くしてあげてほしいよね。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。もっとジェネシスコピーって出来がいいんだなっていうのが。あれかな、アンジェルいなくなってからの期間が短いから、こんな出来なの。だとしたらかわいそうだよね。セフィロス、どこ行けばいいの。この先にホランダーの隠し研究所があるそうだ。アンジールを探す手がかりになるかもしれない。なるほど。よし、行ってみよう。アイテムとかは落ちてないね。この先って言った。アクティベイティングコンバットモード。もうこんな狭いと雑魚戦回避不能だよね。な、待って待って、ブブブって何。ブブブって何よ。あなた魔法ね。うわ、MP が。待って、結構。なし。MP 消費なし。今だ。ガーン。嫌だ。今のもう出てこないでほしい。 MP をガンガン使うのは嫌だって言ったのに。間違えた。違うよ。あ、揃ってほしい。ここは揃ってほしいね。ダメでした。あ、でもレベルアップ。 OK。 痛い。
ずいま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 ずい、ケアルは使われてバリアとか使ってもいいんだけど、なんか雑魚戦だとあんまり。こいつ何が苦手なんだろう。あ、ナイスゾンさん。これまで。だから頑張ってろって。あれまだ押し切れないか。ウリダロ。ウリダロの方が効く。よっしゃー。よしよし。セフィロスやってくれてもよくない？ダメなの。でも下も行けるけど。うわもうすごい。はい、うえ。はい。微妙。微妙だな。はい、感じ。おお。いいね。レベル1か。ほらほらほら。よしよしよし。はい。はい。よっしゃー。コンプリートリゾルト。果たしてこれはどこに行くのが正解。あれ、いるぞ。さっき倒したとこはじゃあ何だったの。あれ、こっちがもしかして正解ルートだった。戻る。あれ、最高。セフィロス待ってるから絶対怒るよ。でもこの頃のセフィロスなら優しいだろうからあんま怒んない気もするけど。なんでよ。だとしたらセフィロス戦って目の前だよ。痛い痛い。あーやばいやばい、毒ってる毒ってる。あちょっと、あちょっと待って、毒ってんなって。最悪。うわーやばい。ダメだこいつら。ダメだ。ナイスバハムート。よし、バハムートもね手に入れたんでね。あれ前回のパートだといなかったかな。どうだっけ。自分側でメガフレア打つのはこれが初めてだよ多分ね。倒しちゃって。ま、待って倒れないだと。マジか。エフィロス分かってよ、目の前なんだから。ドアに動力は来ていないようだ。え、なんどういうこと。魔法か。え、え、何、入れてこいってこと。最下層のバルブを開いてくれ。魔法を供給できるはず。
ろ。なにセフィロスはやりたくないってこと？どっから行くんそれ。知らないね。だって英雄はやりたくないんだもん。そういうちょっと汚れ仕事っていうか面倒くさいことはね、やってあげるしかないけど。メール来た？誰？美人お宝ハンター。私は一緒にお宝をハントする仲間を探してる。あなた私の仲間にならない？もしあなたのその気があるならテストを受けてみて。とある草原のどこかに神羅の総務部門が隠したお宝があるらしい。これを見つけたら仲間にしてあげる。お宝ハンターになれば世にも珍しいアイテムとかが手に入るわ。悪い話じゃないでしょ。それじゃ健闘を祈ってる。迷惑メールだってよ。迷惑メールだよこれ。まあ、そんな迷惑メールはもうほっといて、アイテムが2つほど。防具ね、防具と、ハイポ使わねえな。はい、これでいいかな。いいの今、あとなんか光がね1個しかつかなかったけど、いいのかな。あのほぼ初めての使いだもんだよね。ねえ、もうさっき戦ったじゃん。間違えてなんだ、撃っちゃったよ。うわ、普通に強いんだが。あと見にくい。うわ、当たらない。ナイス、父さん。これまで。だから頑張ってるって。オーダーのある程度戦闘をカットした方がいいかな。ちょっと今回戦いすぎだよね。で、さっき下ろしたところに上がれば近いのかな。そうでもない。ここどこ。あそこだね。そこを見ればセフィロスのところに。万能薬くれるの嬉しいな。動力が供給されたようだ。行くぞ。行くぞじゃないよ。一緒にやってくれりゃもうちょっとね早いのに。うん、知らないか。セーフポイントがある。哀れだな。何がいるの。とりあえずセーブするね。ミッションはあれだよね、ユフィーのが多分追加されたっていう。見れるの。やっぱ出来悪いよ。なんか全然人じゃないもん。せめて人型にしてほしいよね。モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。ちょっと怖そう、ここ。ダメよ、こんなの。
ここはホランダーに奪われた新極秘の研究資料だ。奪われた極秘資料はプロジェクト G や劣化現象古代種と聞いている。ここに残されているかもしれない。お前もこの辺りを確認しておけ。おっす。プロジェクト G の実験、人間の胎児に古代種の細胞を埋め込む。古代種の能力を得ることを目的とする。ホランダが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。なるほど。でもホランダがやったのなんてさ、それは失敗しそうだよね。なんかあんまね、こんなこと言いたくないけど。ソルジャーの劣化現象に関する報告。ソルジャーの能力は様々な要素が絶妙なバランスを保つことで維持される。バランスの変化は因子情報の演出の原因と考えられるが、通常は起こり得ない。この現象は GK ソルジャーのものだ。 GK ソルジャーって何？頭クラクラする。ジェネシス系ってことか。ジェネシスが姿を消す前だった。ムービーかな。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は？腕の傷から魔鋼が入ったのは良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。だからホランダーがクソ野郎ってことでしょこれ。うわ、ムカつく。なんか、セフィロスがダメなのって、多分セフィロスって、なんていうの、なんだっけ。人じゃないって言い方をするのよくないけど、古代種プロジェクト、地中より発見された生命体こそが伝説の古代種であったことは周知の事実。また古代種は星と通じる力を使って大地を切り開いたことは事実である。我々は発見された古代種の細胞を使い、同等の能力を持つ種族を量産することする研究を開始。魔鋼採掘コストを大幅に削減することが主たる目的である。なるほど。なんだよ。嫌な話多いね、割とね。オランダ嫌いだな。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。ジェネシスとアンジールの劣化は誰が止めるんだ？ジェネシス。ホランダは渡さない。ザックス、
オランダを追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか、相変わらずだな。三人の友は戦場へ、一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。え、女神の贈り物って何？わかんないんだけど。すごいやだ。ちょっとボコボコにしてやろう。ホランダはさ、声優がさ、あれだよね、俳優の大和田伸也さん、ね、だから別にさ悪く言いたくないんだよね。だけどね、ちょっと本当にね、シーナの科学者って本当ね、ダメなのよ。もうダメなのよ、本当に。言いたくないんだけど、悪く言いたくないんだけど、だからそのあれだよね、うわーやだ、シーナのね、そのそういう人たちが出てくるとね、ちょっと口がすごい悪くなっちゃう。ちょっと待って、本当やだ。毒ってるね。もうやっぱもうちょっと買いたい。あえてセーブ場所でしか買えない。あ、買えるね。706個あるの。じゃあどっち買っとこう。これ便利だよね。どうやって買ってるのか分かんない。通販かな。携帯で買ってるもんね。長いよ。なんなの。あー、ちょっと待って。まだ追うか、ここでやめるか、追います。ちょっとイラつくんで追います。ちょっとダークス、捕まえてケチョンケチョンにしてしまいたいね。はいはいはい、さよならさよなら。毒って治るの？けど俺ディレイザー残ってるとどっかのことないもんね。結構いった。うわ、ムカつく。どっち行ったんだろう。あ、いた。くそ。追いかけっこ系嫌い。なんかこの野郎と思って負けなさい。まあ、お前はもうダックス走ってほしい。もうちょっと普通に走ってるんだけど、なんでよ。ジェネシスコピーなら全然いいんだけど、
アンジールコピーは嫌。オッケー。なんか地味な戦いで嫌だけど。次どこや。待って、ここって嫌な予感がする。もう狙えないぞ。あ、違う、あ、違うくないか、違うくないわ。うわ、ここやだここでやめ、いや、行く、行くわ。あ、でもまだか、まだだった。なんかそうか、まだだよね。なんかそろそろアンチール出てくるんじゃないかっていうのがあって、あんまちょっとね、悲しいの嫌だから。ちょっと待って、3体は嫌だな。3体は嫌だ。ナイス。とりあえず1体ずつ確実に落として、ほらほらほら。じゃあこれ黄色からいくわ。すねあたりそろそろしてんだけどな。あ、結構敵、結構敵バカになっちゃうじゃない。ちょっと頭が悪いかもしれないあんま攻撃してこないから。優しいね、まだね、まだ序盤、序盤だもんね。よし、黄色に飛んでほしいけど、あ、レベル1か。ほらほらほら。いい、壊れてんじゃないの、あんま動かないよあー、ナイス。ソルジャーの誇りを見せてみる。やだな、見逃すなよ。気がまだこう機械とかのうちはね、全然平気だけど、アンジールとかになったらもうなんかね。めっちゃ食らった。何？ミサイル。カンチャラカンチャラカンチャラ。うわ、怖っ。うわ、強いそれ。ちょっと待って、青いやつやだ。はい、よし、一体になればもうこっちのもんよ。ミサイル使わせなきゃいいんだ、早い話がね。後ろ回りたいんだけどな、回らせてくれない。オッケー、ふう、まあ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 、言うてそんなにね、めっちゃ攻撃してくるわけじゃなかったから大丈夫。ロードが入ってるよ。ってことはヌビーかな。
自分がやってること分かってるのか。ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に。アンジール。俺はモンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。やだよな、ちょっと。ちょっと下にしようか。やだよね、ちょっと。じゃあ今回ここで終わりたいと思います。これ多分ね、戻っちゃうとまたストーリーがね、積んじゃうと思うんで、今回はここで終わりたいと思います。はい。次回は、あの子が出てくるかな、この感じだとね。下落ちたからね。下落ちたらもうあの子が出てくるよね、大体ね。はい。じゃあ、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。